ドバックの時に意識していることは、ラケットを体の右側に置くことです。下からこれぐらいの角度に向かってお尻のパワーを使ってこういう風にスイングします。どうも、テニスのケンです。尾崎梨沙です。今日もやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。なんか漫才コンビみたいな感じで感じでいきたいなと思ってるんですけれども、はい、今日はですね、尾崎選手の練習にお邪魔させていただきまして、フォアハンドストロークをコツというか私が注意していることを、お伝えしようと思います。尾崎選手といえばパワフルなフォアハンドが魅力ですので、それをみっちりと教えていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。私がフォアハンドで注意していることなんですけども、私はスピンを打つタイプなので、基本的にネットよりも1メートルから1メートル半ぐらい上を狙うことをまず意識しています。で、そのためには、下からのパワーを使わないといけないので、まずフォアハンドの軸足となる右足をしっかり決めて、でそこから地面からのパワーを使ってお尻でインパクトまでパワーを伝えていくようにすごく意識しています。で、ここでやっぱりお尻のパワーっていうのはすごくこうボールを重たくするにあたってすごく大事なことなので、お尻のトレーニング皆さんしてください。上半身なんですけど、私がテイクバックの時に意識していることは、ラケットを体の右側に置くことです。で、結構、力があまりない選手とかはラケットを大きく振りかぶって後ろからこのパワーでボールを飛ばそうとするんですけど、そうするともちろんパワーは出るんですけど、ボールが安定しなかったりとか、あと打点が狂いやすかったりするので、私はこう右側にセットすることをすごくおすすめします。打つコースにまっすぐ面が入りたいので、こういうふうに大きく振りかぶってしまうと、例えばクロスに打つときに大きく回して飛ばさないといけないくなるんですけど、そうすると、難しいのと安定しないのがあるので、クロスこう打つときはラケットをその打ちたい直線の延長線上に置いて、打点に対してまっすぐラケットを持ってこれるようにしています。
私はスピンを打ちたいので、下からこれぐらいの角度に向かってお尻のパワーを使ってこういう風にスイングします。これぐらいの角度に向かってそこからこんな感じでスイングします。ちなみにグリップはどんな感じなんですか？グリップはこんな感じです。ちょうど親指と人差し指の間にこのなんていう線が来るぐらいですね、はい、どれぐらいの強さで握ってますか？強さはなるべく握らない方がいいんですけど、私も結構握っちゃう方なので、結構握っちゃう方、気をつけてくださいなるべく脱力した方がパワーは逆に出ます。でテイクバックする時のポイントは、まずこの体勢からあまり複雑にラケットを動かさないでシンプルに右側に置きます。でこの時に私はいつも、なんていうか、これぐらいの角度を、まあ無意識にこれぐらいの角度になってるんですけど、ここから、スクエアスタンスになった時に手でこうスイングするんじゃなくて、ここに置いたまま腰を先に前に出すとラケットが勝手にプロネーションするので、その遠心力を使ってインパクトまで持っていきます。なのであんまり腕の力は実際は使わないです。どっちかというと本当下半身だけでラケットを持ってきて前に遠心力で振るイメージです。なんか男子の選手とかそんな写真見ますよね。そうですね、フェデラーだったりナダルだったり、まあ、マレーもそうですね、みんな右側にこういう風に大体伏せておいて、ここから腰のひねり、上半身のひねりと腰のパワーを使ってラケットを前に出していきます。はい、豪華プレゼントのお知らせがございます。尾崎選手、お願いします。はい、今日は日頃応援してくださっているファンの皆様に感謝の気持ちを込めて、アシックス様のご協力をいただき、こちらのシューズをプレゼントしたいと思います。アシックスさんのテニスシューズですね。はい、テニスシューズです、はい。アシックスさんのテニスシューズといえば大人気なんですが、こちらのモデル、どういったタイプなんでしょうか？はい、こちらソリューション FF というシューズなんですけど、これは東京2020年東京モデルなので本当に限定品です。この後ろに、はい、見えますかね、ここ東京と東京書いてる、書いてます、はい、本当に限定です、はい、赤オレンジでかっこいい感じですよね、はいはい、すごくかっこいいですし、ソリューションスピードは本当に動きを速くしてくれるスピードで、なおかつシューズ自体もしっかりしているのですごく履きやすいと思います。はい、こちらのシューズをなんと30名様にプレゼントしたいと思います。ちょっと今までのチャンネルでは考えられないぐらいの数なんですけども、はい、気になる応募方法なんですが、はい、発表は尾崎里沙選手のインスタグラムの方で発表させていただきますので、はい、こちらの動画見ていただいた方はすぐに尾崎里沙選手のインスタグラムの方を訪れていただきたいと思います、はい、そちらで発表させていただいております。はい、はい、これからもアシックスさんの強力なシューズとともに尾崎選手も頑張っていきますので、よろしくお願いします。